前の女になんかなるつもりはないよ。お断りします。方々に女を作っていた堂島組長より、私の方が姉さんを幸せにできます。死んだ。お断りします。そんな脳書きはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さねえ。お断りします。てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがって、ぶっ殺してやる。合流会がクーデターを。合田隆二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか。いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会が裏でつながっているのか。間違いないでしょう。合田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か。ということは神室町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ。うちの赤い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護なの。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい。たとえ登場会の大門を外されようと、それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよく分かる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか。俺に対する恨みがい、腹の中に包み隠してるもんはないだろうな。ありません。そうか、それなら失礼します。あの神宮派が合流会と手を組んだとなれば、また多くの血が流れることは避けられないね。とにかく一刻も早く合田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。おい、何者だあいつら。どうなってんだ。こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。姉さん、あなたが留守の間一仕事させてもらいましたよ。戦国に買収されたそうだな。これでもう東条会の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような東条会じゃないわ。いいや、自分には聞こえるんです。登場会が音を立てて変わっていくのが。今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。何？
神室町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。恥ずかしくねえのか、てめえが世話になった登場会を売り渡すような真似をして。ふっ、売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが、それが原因で登場会がガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より、私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何がわかるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる、それが女の強さだ。そんな脳ガキはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さねえ。受けて立ちましょう。あんたの首取って登場会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。今をもって絶縁だ。とっとと出ておいき。てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがって、ぶっ殺してやる。情けない、神道のような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。神室町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。